4月30日、小牧市総合運動場で第4回桃の花花火大会が開催されました。小牧市東部の名産品である桃にちなんで名付けられたこの大会。これは小牧市東部地区の絆を深める思いで、小牧市東部花火の会が主催したものです。花火の打ち上げ前には、市内を中心に活動する和太鼓グループ、指導などによる演奏が行われ、会場を盛り上げました。バザーコーナーでは、焼き鳥やフランクフルトなどが販売され、買い求める人たちの姿でにぎわいを見せていました。また、小牧市東部地区の特産である桃を使ったジェラートも販売されていました。あたりが暗くなり始めた頃には、会場隣の末小学校でキャンプを実施していた子どもたちも花火会場に駆けつけます。午後7時頃には、会場におよそ5000人が来場しました。打ち上げ前には小牧市東部花火の会の落合会長が挨拶しました。もうちょっとで花火が始まりますけど、皆様、楽しみに、見ていてください。どうもありがとうございました。午後7時30分、いよいよ花火大会の始まりです。地域の絆を深める思いを乗せたおよそ750発の花火が打ち上がり、夜空に大輪の花を咲かせます。迫力ある花火が一発打ち上げられるたび、観客からは歓声が上がっていました。クライマックスで行われたのはミュージック花火です。音楽に合わせて色鮮やかな花火が次々と打ち上がり、夜空を彩りました。およそ30分間にわたって行われた花火は、訪れた人たちの胸の中に深く刻まれたのではないでしょうか。楽しかったです。感動しました。また来年も行きたいです。あ、すごく良かったです。感動してもう泣きそうでした。花火ありがとう。小牧市東部の活性化ということが一番最初の始まりで、末小キャンプから引き継いで、で今まで子どもたちのためにやってるし、やっぱり子どもたちの笑顔を見る、それから、地域の方々から良かったよって言ってもらえることが私たちのやってる救いではあると思います、次回16日からの姿勢だよりは、子ども夢チャレンジカップの模様をお送りします。